でもあれなんか写真撮ってるので、あ、来ましたね。さあ読み上げます。ラリルさんのパーティーがカプコケコ、リザードン、レイジューランドロス、月光がメタグロス、パルシェン。対するトライアルさんのパーティーがリザードン、ゲンガー、ポリゴン2、テッカグヤ、グライオン、ドヒドイデとなっております。そうですね、両方ともリザードンがいるパーティーですね。そうですね、でもトライアルさんなんか受け寄りっぽい感じですね、うんうん、まあ、ポリゴン2とかテッカグヤ、グライオン、ドヒドイデあたりで緩く受け回して勝ったりもするけど、勝ち筋というかアタッカーにリザードン、ゲンガーがいるって感じですかね、うん。フェンデラー様は普通のパーティーというか、かなり攻撃的に見えますよね。そうですね、リザードンが出てくるかどうかはともかく、リザードンはいるけど対照的な感じのパーティー。そうですね、まあ、リザードンも羽休め等を絡めてリザードン X がサイクル戦に絡んでくるというのも多々ありますから、いわゆる鬼火羽め、鬼火羽休めのリザ X、はいはいはい、あとこの受け寄りな感じの構築にも相性が良さそうですよね。そうですね、うん。さて、こういった受け回しするパーティー、まあ、いろんなパーティーにゲンガー入ってくるんですけども、まあ、無理やり持っていくのに便利ですからね。便利ですよね。だいたい受けループみたいなパーティーにはゲンガーが入ってたりしますが、さあ守りたい攻撃というこの対極的な対照的な対戦になりそうですね。受け切れるのか殴り勝つのか。さあ勝つのはどっちだ。矛対盾、第3回戦です。よろしくお願いします。そして珍しい男主人公ですそこもね、さっきは女性な上になんか服装まで被っているという感じでした。そうなんか、ね、みんななんかあれだよね、ブロンドとかそういうのでさ、リーリエっぽい主人公にする人も、ね、確かに色白ブロンド多いですね。さあラリルさんの初手が、その前にトライさんがリザードン、ラリルさんがカプコケコ。さてさて、リザードン飛行ですけど、これあれですよね、メガ進化するからどっちになるかでコケコ分かんないから全然相性関係が変わってきますよね、これ。いやとなると初手は、まあ、持ってればボルトチェンジをしたくなるのがカプコケコの差がでしょうか。そうですね、でリザワイだとしても、お、 お X でした ね、 ですね。さあお互い座って、リザードンは X の方だった。さて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 、ここはやはりボルトチェンジで一旦様子見、ダメージもいい感じに入っていく。さあこのボルトチェンジから繰り出されるのは、このメガ進化見てから交代先を選べるのはいい感じですね。そうですね、はい、コケコに飛んでくるとしたら、まあ、X だったということで、しかしここでパルシェンに鬼火が入ってしまう。これで殻を破るからの全抜きルートは断たれた。ついでにタスキも割られてますね。そうですね、しかし HP を見ると耐久に振られてると思うので、まあ元々持ち物はタスキではなさそうな様子ではありますが、ありますが、まあ、さあやはりリザードン X の方は余裕があって鬼火をパルシェに入れていけてた。さあやはりパルシェに対してはこのドヒドイデが繰り出される。パルシェン引いていく、これコケコとか、はい、しっかりこれに合わせて相手を信用したプレイングですね。そうですね、うん、相手が受け重視のパーティーだからちゃんと受けに回ってくれると思ってからのコケコって感じですね、うん。まあ、お互い信頼関係があるとこう選出なんかもかなり早い段階から読めたりしますが、さすがにこの対面はたまらんと、グライオン最後の1体が早くも割れた形。ほうほうほう、トライアルさんは繰り出していく。しかしここで目覚めるパワー、相手を完全に信用して半分以上いきました。毒は入りますが、まだポイズンヒールは発動しない。いやこれはこうしなきゃ、こうでもしなきゃ勝ち筋がなかったなのか、分かってた上できっちり動いたのか、すごいですね。ナリルさんは本当に効率的に攻めていますね。さあこの1回守るを挟んでポイズンヒールによる回復が入ります。おー、しかし目覚めるパワーは耐えるかどうか非常に微妙な体力、微妙ですね。先ほどのダメージを見ると結構な確率で倒れそうな感じはするんですが、いやまだ1回ダメージを見ただけではさっきのがいい乱数か悪い乱数か分かりませんからね。でもここはリザードンでたまらず受けていく形でしょうが、ちょっとそんなリスクを負うわけにもいくまいと、ここでリザードンを繰り出していきます。ここリザードンどう動くかですね。そうですね、ここからどうする
まあ、でもラリルさん的にはここでパルシェンで受けたってことはあんまりリザードを受けるいい駒がいないんじゃないかというか、パーティー的にそこまでいい駒がいないんですけれども、リザードを受けるとそもそも受けるという発想があまりなさそうなパーティーではあります。さあもう一度ボルトチェンジ、まだリザードに削っていく応急症、結構美味しい。先ほどエレキフィールド状態と同じぐらいのダメージが結果的に入っていきました。トライアルさん的にはここでリザードを跳ね休めとかしないとコケコがしのげないですからね。そうですね、ニトロチャージしていく。しかしニトロチャージ、なるほど。あ、でもこれで相手の出方を見ながら跳ね休めするかどうかも選べるという形ですね。そうですね、うん、さあ火傷してしまったパルシェン、ここで回復を挟む余裕がありそうだ。ロックブラストはそこまで跳ね休めで回復をつく、まあ落ち着きそうな感じか。そうですね、ロックブラストどうなんだろう。さあリザードンは跳ね休めしている。パルシェンはやはり選ぶぞはロックブラストでしょうか。破った殻を破っていく。抜けると踏んでの3段かですかね。リザードンはニトロチャージで1段階上昇。あ、でもそうですね、そうですね。パルシェンが殻を破るで2段階上昇。リザードン HP だとするとなんかパルシェン抜けそうな感じです ね、 ですね。普通に抜けそうな感じですね。そうじゃなくても抜ける、もしかして。あれ俺計算間違ってる。ちょっとこのタイプのリザードンでエース振りというのはあまり考えにくいでしょうし。そうですね、うん、HS もないからパルシェン早い、まあ、多分あリザードン引っ込みましたね。あ、まあ、リザードンとパルシェンそんなに素早さ変わんないんじゃないかと思いますが、ここでドヒドイデが降臨。ロックブラストを、おっとそもそも当たらない。いやリザードン余裕できたからここでコケコが飛んできても、うん、先ほどはそれに合わせられた形だったんですけども、いやー面白くなってきましたね。まあ、リザードを投げておけば、まあ、別にどっちになってもという感じでしょうか。まあ、ラリールさん3体目まだ割れてない、うん、そこも大きそうですね。さあパルシェンが引っ込んでコケコが出てくる。コケコが登場。さあドヒドイではどんな悪事を働くのか。さあどんなひどい行動をしてくるのか。ネット、うん、これが入ってボッ、やけどしてしまった。やけどこれは辛いですよ。ラリルさんは思わず体がのけずりそうなリアクション。確かにこのぐるぐるしてる中やけどは地味に、しかしかなり痛いですね。だいぶ回復できるポケモンとできないポケモンだと、できないポケモンが状態上食らったとき辛いですからね。そうですよね。さっきのボーマンダの毒は跳ね休みありましたからまだあれでしたけど、そうなんかネットと合わせていい感じに3割ぐらい削れてるんですよ ね。さあこれに対してリザードンが繰り出される。さてここでポケコは、おっと電気Z でしょうか。エレキフィールド化の Z 技が飛んでくる。何でしたか、スパーキングギガボルト、おギガボルトハボック。さあどれだけ削れるか。半減ではありますがいいダメージが期待できそう。痛い。おっとかなり削れました。エレキフィールドもまだ続いている。これ10万ボルト打たれたらもう倒れそうな体力ですね。そうですね、もボルチェンで倒れそうな体力ですね。いやボルチェンはちょっと怪しい。怪しいかな。ワンターン目のダメージ見るとどうかなっていう感じなんですけど。どうかなってくらいですね。さあリザードン引っ込む。残り体力は赤ですが、ここで死ぬわけにはいかん。ここグライオン引くのは、まあ、10万あった。10万あったんだったら引くのは正解な感じですが。さあポイズンヒールで回復して。これさっきの火傷ありきのプレイングですけど、まあ、やけどなかったらだいぶ厳しかったですね、これ。そうですね。やはりこのやけどが戦況に大きく影響を与えているようです。グライオンも目覚めるパワーを食らっても大丈夫そうなところまで体力を回復していますが。いやこれ結構ぐるぐる受け回されたら HP また削られちゃうんで、この対面でなんとかしたら引いていく。ほうほうほう。ポケコが引いてパルシェンが登場。グライオンは居座って自信攻撃。おパルシェン防御かなり高いがダメージが入って、がっつり削られていく。やけども込みでいい感じのダメージが入りそうです。いやこれはでかいですね。でんでんで、おさあドヒドイデが投げたくなるこの感じ。いやでも
まあ、もう一回守ってもいいんじゃないですかね。ファルジェン破ったところで、あ、確かに破って、そうですね、見てから別に全然いいから、ここは回復も挟みつつという感じでしょうか。うんうんうん、さあ次ですね。まあでもあまり大きな声では言えませんが、やけどのダメージではまだ死なない。それはちょっとトライアルさん側からは分からない情報なので、あんまりリスクを取るわけにもいかないですよね。トライアルさん的にはここはドヒドイで受けたいですけど、パルシェンもう一回動く余地が、まあ、残るのはしゃあないか、はい、引くのが素直で綺麗なプレイングな気がしますが、まあ、やはりグライオンは引っ込む、ドヒドイデが来ると、出てくる。ナリルさんがここにコケコを合わせたりすると面白いんですが、居座ってロックブラスト、ロックブラストの方でしたね。そうですね、まあロックブラストの方がドヒドイデには通るっちゃ通るけど、スズメの涙5回でこのダメージ、いやー渋いですね、かなり大きい。さあパルシェン死にそうです。次の火傷はもう耐えられません。ロックブラストを切っていく形、ドヒドイデを少しでも削っておきたい。あ、でもここ、さあこの余裕のあるターンでドヒドイデが何をするか。おー、あ、再生ですね。これでロックブラスト2回で与えたダメージが亡き者に無常にもなっていきます。パルシェンは焼き貝になっていくと、焼き貝になって美味しくいただかれていく。なるほど。で、まあ、ここでコケコが出てくるとして、コケコがどれだけ暴れるかって感じですね。感じですね。しかしパルシェンがいなくなった今、ドヒドイデの役割というのはどれほど残っているのか。ラリウスさんは3体目見せてましたっけ。3体目見せてないんですよね。ただまあパルシェン、どこまでドヒドイデに有利なポケモンって感じはしないんですけど、立ち回りというかパーティー的にも。ですんでドヒドイデが引いて、しかし温存していく形。ここでグライオンの登場です。さあコケコどう動く。ちょっとこれは電気技を、そうですね、ヒュー、ちょっとドヒドイデを切ってくるか温存するかまだよくわからないという段階なので、ちょっと電気技が来やすいタイミングではありましたが、まあでもリザードの体力残り少ないですよね。のでちょっと投げるとしたらグライオンしかいないというターンですね。まあ、グライオンとドヒドイデでぐるぐるできればと、てかグライオン的にはもうここでメダパ耐えれば自信っぽいで、自信で倒せて最後が見れる。まあ、数的には 3-1?そうですね、ですもんね。トライアルさんはまだ3体を残しています。満タンドヒドイデと半分ぐらいのグライオン、そして赤ゲージのリザードン X。 さあラリルさん、最後の1体は何を繰り出してくる。グライオンを削って死ぬことを選んだコケコですが、最後の1体はメタグロス。いや、これ結構メタグロスいい感じなんではないでしょうか。いい感じなのでは。グライオンは冷凍パンチで倒せるし、ドヒドイでも地震2発で倒せるし、リザードもリザードの赤ゲージだし、もしかするともう勝負がほぼ消してしまってる可能性すらあります、技構成によっては。さあグライオンは守る、まあ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 、まあまあ守りますよね。さあ、あとこの技ですね、冷凍パンチは持っているか。冷凍パンチは持っている、まあそれは持っている。ほうほうほう。となるとこれは戦局的には数は 1-3 なんですが、ラリルさん温存してここで確実に決めるためにやってた感は出てきますね。あ、ちゃんと爪の段階を睨んでいい感じで相手のポケモンを3体とも追い詰めていました。まあ、受け回してどうにか、なんか下手すると地震と冷凍パンチ読みでグライオンとドヒドイでいい感じに出していって、ぐるぐるグライオンが冷凍パンチ耐える圏内まで、いやー厳しいんじゃないでしょうか、トライアルさん。まあ、いずれにしてもトライアルさんにはかなりシビアな立ち回りが要求されることになりますって感じはしますが、まあ、コケコ切ってきたところを見ても自信を覚えている可能性はかなり高そうですしね。おー、ここでドヒドイデを投げてきました。さあ冷凍パンチ、ひとまずトライアルさんはホット胸を撫で下ろしているでしょう。さあここからドヒドイデがどうあがくかですね。メタグロスじゃねえや、グライオンとリザードンが上から叩かれたらあれですもんね。さあ、おっと、ここでリザードンの登場です。ここでリザードン、もうお役御免。確かに、あ、なるほど、雷パンチですか。はい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 、なるほどなるほど。
ドヒドイデをちゃんと削る技を持っていた。その技は雷パンチ。できればエレキフィールド状態でやりたかったが、なるほど、リザードンを犠牲にすることでエレキフィールドを解除するターンを稼いだ形。なるほど、うん、ここでそれを見てドヒドイデを死に出ししていくという。トライアルさん、ドヒドイデどう、さあ、おっと、自信もちゃんと持っていた。いや、メタグロス面白い、いろんなもの持ってますね。雷、冷凍、地震。おっと、ハムいかない、硬い。しっかりドレフシが振られている。いや、これやけどしたら超あれですよ。そうですね、粘れるか。しかし、ここはやけどせず。いや、まあでもあと一発耐えてそこで熱湯やけど入れば。そうですね、選手の2人も息を飲みます。いや、これはあれですね、さっきのエレキフィールド中の雷パンチ受けずにリザードン切ったっていうのはだいぶ大きいですね。さあ、アヤヘッド、これでひるめばといったところで動いている。これは体力を回復、こう、あ、黒い霧のあれか。そうですね、黒い霧リゼットだと思われます。こうリゼットが発動し、黒い霧、ゼット黒い霧、はい、これで体力が満タンに。これひるんでくれてれば確かに美味しかったんですが、まだまだラリルさんに試練が、トライアルさんにもその名の通り試練が。いやー、ネット、こういう時のネットはあれですからね、なかなか当たってほしいときに火傷してくれないみたいなこともありますからね。さあ、地震で、まあ、急所入ればこのターンで終わりっちゃ終わりですからね。ドヒドイで、しかし急所に当たっていない、半分残している。ネットが入ってどうなる。おお、何も起こらない。さあ、ここです。ここでトライアルさんはやはりかなり苦しそうな表情を浮かべました。さあ、そうでしょう。さあ、2回目のアイアンヘッドが急所に当たって、いや、そこじゃない。おー、これで勝負が消したか。消したか。もう地震、雷パンチ、いずれにしても倒れる体力。グライオンを出してひとまずポイズンヒールを1回稼ぐ。そうですね、守るも含めれば2回稼げますね。しかし、しっかり冷凍パンチをしっかりしてますね。いや、これよく打ちます ね。いやいやいや、これネット怖くて打つ勇気ないっすよ俺。まあ、あそこを普通に居座られてネットで火傷でもしようもんなら自己再生で粘られてみたいな可能性もありました。いやいやいや、もうめんどくさい展開あったのによく。そう、グライオンが下手すると落ちなくなったりしますからね。しかし、しっかり冷凍パンチを打って、あー、ドヒドイデ、まあ、再生力あれど自己再生していくが、さあ、ワンモアチャンスなのかな、これ。いや、ワンモアチャンスないかな。いや、ネット、あ、今度は普通に地震で来ました、うん、まあ、ネットを打たれて仮にそれで火傷しても倒せる範囲にこれで入るでしょう。そうですね、はい、自己再生していきますが、うん、急所を待ちつつその状態を維持していくという形ですね。あ、もうドヒドイデちょっとずつ再生していくから、ちょっとずつ再生していくから急所、ね、微妙に再生してますね。さあ、いやー、まだまだあるぞ、可能性はあるぞ。ここから長そうですね。じゃ、長そう、長そうで長そうで、うかつにアイアンヘッドしてひるまなかったもんなら時のリスクがやばいですからね。確かに地震打ちたい、地震打つしかない、うん、まあ、ラリルさんから側からすれば、あの、雷パンチもあるので PP には余裕があるというのはいいかもしれませんが、いやー、まあでも地震と雷パンチだと威力4分の3違いますからね。でも硬い爪で威力104ぐらいに上がってるんじゃないですか、雷パンチ。だから麻痺も含めると雷パンチの方がいいんじゃないかな、この場面。いや、僕にはちょっとよくわかんない。どうなんだろう、どうなら地震の方がいいのかな。あ、75の 1.3 倍って104ですよね。あ、104じゃない、あ、97か、うんうん、地震の方がちょっと威力が高いんだ。そうあ、なるほど、それで地震ね。失礼しました。威力的にはそうですけど、確かにそう考えると雷パンチでもいいというか、麻痺の期待値考えると雷パンチでええやん感は確かにございますが、再生力ってことは接触技どうこうでリスクはないですね。ないですよね、はい。さあ、しかし自信を打ち続ける。うん、まだ急所は来ない。再生で粘ります。
まあ、でもなんかこれ見てるとよっぽどいい乱数引かないと自信きつい感じですね。そうですね。さあまだまだトラエルさんの方にもチャンスがある。引き寄せて粘って粘って引き寄せたい。いやでも実際こういうところで 1% でも勝つ確率があるというところで諦めずにやるっていうのは大事なことですからね。そうですよね。そこができるかできないかっていうのは個人的にはだいぶ奥で勝てるかどうかっていうのは動いてないように見えるんですけども、お互いに勝ち筋をこう必死で手繰り寄せようとしている姿には本当に胸を打たれます。自信が残している。自己再生、自己再生の PP がどれだけ持つか。 PP がね16なんですよね。雷パンチも合わせると回復だけで受け切るのはもう無理なので、 いい乱数を引いて自信2発耐える体力まで引っ張れるかと言われるとだいぶ厳しいんですが、ですけども可能性がある限り諦めたくはない。諦めたくはない。もうそれはもうやるべきです。トラヤさんもラリューさんもベストを尽くしてベストな技を選んでいます。少しでも威力の高い技、少しでも勝てる可能性のある技、お互いに選んでいます。残している。あでもそう、いやなんか両方のプレーをすごく応援したいです。頑張ってます。頑張ってほしい。いやしかし残っている。PP が尽きるまでは絶対に諦めない。絶対に諦めない。勝ち筋がどれだけ、まあすげえこと言いますと相手のボタンを押しミスの可能性とかありますからね。そうなんですよね。人間ですからプレーしてるのは。まあそこも含めて勝つ確率が 1% でもあるなら、うん、それにかけていくっていうのは本当になんかあと1回勝ててれば奥で予選抜けれたのにっていうところから勝率を 1% 上げる努力をすれば100戦すればその1回で奥抜けれたりしますからね。そうですよね。本当に練習試合だったら別に内容的に負けを認めるというのは全然ありだと思うんですけども、まあ、ここは真剣勝負の場ですから少しでも可能性がゼロにならない限りは諦める必要はありません。ありません。相手は彼は人なりなんだっけ我も人なり彼も人なり。さあ今度雷パンチに切り替わった。これでチャンスが少し広がったかもしれない。まあ、威力的には 2.5 ぐらい下がってるけど、ちょこっとだけ差がありますね。ちょこっと。しかし麻痺の追加効果もあるので私雷パンチの方がいいのか悪いのかというのはちょっと結論の出ないところではありますが、まあ、さあここで打っていく急所やけどとかだったらワンチャンなかった。急所やけどなかった。本当に引いたけどメタグラスは倒れず、これで勝負が消したでしょう。アクアジェットミスしてないそれ改造なのでダメですよ。ダメかさあ最後の技が決まってドヒドヒレがダウン。いやということで最後まで緊迫した空気の中行われたこの試合ですが、勝利したのはラリルさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。これでベスト8あと1個で権利確定です。そうですね。今残っ